いやー、速稼塾の久保ですけども、すごいですね。河合案里被告が口裏合わせの電話をしていたということがね、証言されました。もうね、詰将棋で言ったらチェックメイトが特に過ぎているんですが、まあ往生際悪いのか、それともこれもね、検察の陰謀なのかまあいろいろと見ものではありますけども、もうすでにね、河合克行さんと河合案里さんの顔がテレビに出るたびにね、画面に出るたびに、もう私的にはもう嫌悪感しかないなというところでございます。これがね、本当に報道のやらせだとしたら、やっぱりコマーシャルの力っていうのは強いなと認めざるを得ないですね。どちらにしても広島が汚職王国になってですね、広島の県議さんですとかね、他の自治体の首長さんとかがもう次から次へといわゆるこうゲロしている状態で、本当にね、まあ、政治家として職位に就いた時には、まあのね、どうしても返せなかったみたいなこう言い訳はしてほしくないなと思うんですよ。そこを突っぱねる覚悟でやってるはずですからね。で、少なくとも法律ですとか議員としてのね、職位に対しての意識っていうのはあるわけですから、知らなかったじゃ当然済まされない話ですし、我々一般国民よりも高いモラルで、そして高い正義感でやってくれてると信じていたんですけど、広島はそうではなかったということでございます。他のね、都道府県の方はまあ本当にまだ救いがあると思いますよ。広島はね、これであれじゃないですか、100年ぐらいはもうあれじゃないですかね、政治家が育たないんじゃないですかね。もう何をやっても賄賂と言われてね、何を言われても買収ということで、私もね、少なからず縁を持った政治家さんとはもう付き合いがね、もともとしてなかったですけどもね、もう心の中の付き合いはもうないですね、これで。私は町内会長ぐらいがちょうどいいのかなと思ってますけども、まあだからこそね、こんなんじゃダメだという思いで、まあなんですか、立候補される方が出てくるということなんでしょうね、きっとね。で、安定すれば腐敗が始まり、腐敗が目立てば改革が始まりってことの繰り返しなのかなと思います。まあ記事の方をちょっと見てみましょうか。はい。あれ、なかったことでいいよね。河合案里被告から電話ということで、 TBS ニュースの方がね、もう動画もありますけども、よろしかったらリンクの方から動画もご覧ください。元法務大臣河合克行被告の妻、参議院議員の案里被告の裁判で現金を受け取ったことを認めた広島県議が証人として出廷し、案里被告から、あれなかったことでいいよねと口裏合わせの電話があったと証言しました。ね、チェックメイトですよ。シラを切り通すのもね、いい加減にしろということでありますけども、ただこの県議さんもね、証人として今頃出るんではなくて、現金をね、渡された時とか不正を感じた時に、ライブ放送を始めてね、今こんなことが起きてますっていうふうなことをやる度胸ぐらいなかったのかってことですよね。私は立花さんだったら間違いなくやりますよ。こうやって、はい、ライブ放送、今賄賂を渡されましたと、私は買収に負けませんみたいな、賄賂を要求したのはこの人ですみたいな感じでやりますけどね。はい、じゃあ続けて記事を読んでみましょうか。河合案里被告は昨年の参院選をめぐって地元議員らに現金を渡し買収した罪に問われています。もう有名ですね、これはね。18日の法廷では平本徹広島県議が証言し、自身の妻が案里被告から現金30万円を受け取ったことを認めた上で、危ないお金だと思った、無関係の妻に渡したことに憤りを覚えると話しました。確かにこれはお怒りはごもっともです。このね、平本さんに関しましては100歩譲るところがあってもいいんじゃないかなと思いますよね。奥さんがね、お金渡されたら自分で判断つかないから、とりあえず受け取っとこうかってことにはなりますよね。それはね、危ないお金だと思いますよね。奥さんはそれはちょっと分かんないですよ。これは酷だと思います。だからそこをね、狙い撃ちした姑息さが、河合案里被告の姑息さがここにね、出てるんではないかなと思いますよね。で、続きますよ。また現金を渡された後の昨年12月に、案里被告本人から、あれなかったことでいいよねと電話があったと証言し、口裏合わせだと思いました、と話しました。この証言の途中、案里被告が法廷でうふふと声を立てて笑う場面もあり、弁護人から肩を叩かれると、すいませんと座ったまま頭を下げました。悪質ですね。もうね、こういう方がね、広島の恥ですよ。未来永劫ね、湯崎知事なんとか言ってくださいよ。一方、弁護人を全員解雇した河合克行の被告の裁判について、東京地裁は来週に予定されていた裁判日程を取り消したということですけども、おそらく裁判費用が、裁判費用じゃない、弁護人の費用がもう払い切れなくなってきたんではないかなと私は思います。もしくは
この自分が指定した、ね、6人の弁護士弁護人に対して信頼ができなくなったんではないかなと、保釈請求がね全然認められないと、うん、で弁護人も人の子ですからこんなやつの弁護をしてたまるかみたいな気持ちもあると思うんですよね。それこそ依頼者の依頼人の最なんていうかね、最善を尽くすっていうモラルはありますけども、とはいっても人間ですからね、お前あんなやつの弁護してんのかよみたいなねことが、まあ、友達とかから言われるとねきついと思うんですよ。ということで、まあ、今回の事件ね、様々な物議を醸し出してるわけですけども、何にしてもね遅いですね、のらりくらりと。こんなすぐに終身刑でいいんじゃないかなと私思っちゃいますけどね。まあ、こうやってね買収を、まあ、された方も、ただでは済まないと思いますよ。まあ法的な罪に問われないかもしれませんけども、もうね人前に出て演説をする資格はないと私は広島県の一員としてね思いたいと思います。まあお前に言う資格があるのかって言われたらありませんけどもね、すいませんでした。YouTuber のざれ言と思って聞いてください。ただね、似たような感情を抱く広島県民の方も広島市民の方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますよね。これね広島に関係ない方でも同じような憤りを持つと思いますよ。だって、このね河合案里さんが当選したことによって当選しなかった人が出るわけですから、じゃあその人の人生を駆逐してるわけですからね。もうこれはね、もうケツを洗っても済まされないという言葉がありますけども、汚い言葉ですいませんけども、まさにそれだと思います。それじゃあ